私がいたら都合の悪いことでもあるんですか、クオンさん。そんなことはないけど。そういえば、昨日送ったメールは読んでいただけましたか？知らない。祈りちゃんからメールなんて来てないもん。そうですか。どうやら手違いがあったようです。後ほど再送しておきますね。やめて、もうやめてよ。怖い話は嫌。当然です。やると言ったらやりますよ、私は。怖い話はいいから、秘密の儀式について教えてくれよ。男だ。だがそこがいい。勇気があるね。私は恐怖の大魔王か何かですか。雨乞いの儀式です。え、はい。ですから雨乞いです。雨が降るように祈っていたんです。余計な補足ありがとうございます。でもなんで雨乞いなんてしてたんですか。私、雨が好きなんです。最近雨が降らないじゃないですか。雨好きの私としては辛いんです。ですから儀式をしてました。いのりちゃんって雨が好きなの？どうして？鬱陶しいよ。私が何を好きでも私の勝手じゃないですか。そうだけど。私は好きですけど、クオンさんは嫌い。一時が万事、好きな人もいれば嫌いな人もいる。それだけのことでしょ。でも何ですか。祈りさん、前に雨なんて嫌いだって言ってませんでした？
と嫌なことを思い出すから嫌いですって。俺も思い出した。そうだよ、確かそんなこと言ってた。どうして反省会なんてしなきゃいけないんですか？私に反省すべき点なんてありません。基本的に花咲の見立てが甘かったことが原因です。私の反省は後で勝手にやります。ですか？私に何か落ち度でも？あれはケアレスミスです。あの後で花咲が余計なことを言わなければまだ十分にフォロー可能でした。信じたのに。花咲に言われなくても分かってますよ。素直な人がいいなら寿さんのところに行けばいいじゃないですか。